スペース。ジェネース。はい、どうも、店長です。今回はね、はい、ラバーの寿命、はい、およく話してるじゃない。出ますね。うん。だこれを、もう、明確に数字として出していこうと思ったよね。ああ、これは何ヶ月。そう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 。そうそうそう。言ったら、このラバーってこれぐらいで、言ったらお亡くなりになるよね。うん、でも、このラバーってこれぐらい の, かあの金額だよねって、うん。それ割ったら、1日あたりの金額出て、うん、一番コスパのいいラバーっていうのが分かるんじゃないかと思った。ああ、性能とはまた別で。そうそうそうそ う, そ う, そ う, そう。それはもう分かるやん、みんな。はいはいはい、でも、その、言ったら3000円のものが、言ったら半年持つってなったら、すごいコスパがいいわけよね。1日あたり70円とか20円とか。はいはいはい、もしかしたら1週間で死ぬやつやったらそれ6000、7000とかだとさ、お、500円もすんの1日みたいななってくるわけ、はいはい、それをちょっと調べたらちょっとおもろい結果になるんちゃうかと思って、はい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 、みんな寿命がどうこう言うやんか。確かに確かに、うん、別に調べたろうと思って、うんうん、で、俺らの中 の, あの寿命の話やから、はい、基本的にはあのラバーっていうのはね、あの3ヶ月に1回変えるんですよね。うん、そうです。もうそういうね、でそれぐらいで変えてください、うん、ね、はい、それがルールなんで、はい、まあ、その中でちょっとお前早いぞと、うん、ちょっとお前すぐ行っちゃうぞと、はい、いう人にはあのちょっとね、厳しいお言葉になりますけども、はいはい、あのしっかり明確に答え出していきたいなと思いますんで、はい、僕らの意見だけですからね。あ、もちろんもちろん寿命とかも、まあ、僕らの意見イコールの世間の声なんで、はい、はい、よろしくお願いします。一番悪い怖いじゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあ一番最初どうぞな。お、もうこれはもう中学生大人気ですから。大人気で、ラバーってね基本的に3ヶ月やねんけど、うん、このロズナっていうのはね、あの1週間ぐらい寿命で言うと言い過ぎやで。何日だ、何日言える。いやいやいや、もう1ヶ月は使えるやん。1ヶ月使えるね。ジュノどれぐらいと思う。いや、リアルに僕がちゃんと練習したら1週間とか1週間半、うん、ほらそうやで、多分、あ、10日間にしよう。じゃあ10日、10日10日で、はい、5500円、ラバーの定価が5500円、はい、はい、で10日、10日間、はい、はい、1日あたりいくらですか、はい、550円。ああ、550円な。これは1日550円、はい、これはコスパ悪いですうん、そうやんな。毎日タバコ1箱買ってるって。いや、確かに確かに喫煙者と一緒やから、はい、昼飯やで。ああ、なるほどな。ちょっとこいつじゃあコスパは悪いな。性能は、うん、今回性能は抜きやから、うんうん、コスパやから。じゃあ次行こうか。はい、V1号、はい、これも大人気ラバーですから。大人気ラバー、はい、性能間違いないしね、うんうん、価格は6820円。6820円が税込み、はい、うん、寿命どうやるの。長い気するけどな、うん、僕も長い気するっす。 V1号いけてんちゃいます。うん、あの3ヶ月行こうか、うん、はい、3ヶ月も使えちゃう。3ヶ月、うん、使えちゃう、うん、2ヶ月半じゃん。で、君ら真面目に練習した場合やね。あの、いや、2ヶ月やと思う。2ヶ月やろ。うん、そう。じゃあ60日、60日ね、はい、うん、6820円、はい、割る60が、113.3。おお、1日113円これ、はい、めちゃめちゃいいやん。ちゃんと60日使ったら1日は113円。ってことはこの段階で、うん、もう絶対こっちの方がいい。4倍の差は出てますな。これを毎回買うより、はい、こっちを4枚買った方が年間で考えたらこっちの方が安くって、うんうん、ってことやんな。僕だからたくさんぐらいのインパクトやったらってことですか。ああ、最大限や、うん、それって、うん、もうそれ以下しかないやん、はい、言うたら、うん、なるほどな。第1位やな、はい、113円安っ。多分こいつには多分な負けるやつおらんと思うぞ次。それはな、もうなの言われすぎやって次、はい、安藤さんのラバンタ48、はい、ある48、うん、はい、これもね結構言われてるんですよ、はい、寿命が、そう、能力はいいねんけど寿命がどうで、うん、結構言われてんね。カードがね7590円、はい、6900円の税込みですね、はい、はい、それがどうですか。どれぐらいですか。俺使ってん、はい、ちゃんと使ったけど1ヶ月半やな。あ、60日は言い過ぎ。いや、ない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 、うん、シートがやっぱピンピンやから、うん、そうね、60はない。1ヶ月半だからまあ40日ぐらい。40日、うん、はい、まあでもアンドル好きやからな。いやいや、それはなしでしょ41日にしとくぐらい気持ちね。そうそうそう、気持ち41日
あ、ポテトチップスあるやん、増量しましたみたいな、はい、そんな感じ、うん、7590円が41日使えますと、うん、187.8。 あ、まあ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 、でもそんなもんやねんな、うん、そう考えたらまだ優秀ちゃん、うん、寿命短いって言われる、やっぱりなんかちょっと人気な理由が分かるな。でこれ定価で今やってるからこれ割り引かれるからさ、確かに確かに、もっと安なる可能性あるよね。100円切ってますよね、はい、おーし次、はい、出てないところです。あ、ジキルちゃん、はい、ジキルとハイロ、はい、もうこれ正確な数字出るやん。あ、まあまあ確かに、うん、1回どれぐらいですか今。1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月経ってない、うん、けど毎日は練習してないから、うん、多分毎日練習したら1ヶ月、1ヶ月30日、30日、あ、30日いっちゃった行く、絶対行く、ね、7150円、7150円が30日、はい、7150÷30日なんで、はい、238円。高いなコスパある、こいつ。シートがなんかね、やっぱすぐ死ぬ。ほんま、はい、でもザコいな、ザコいんですけど、なんかやっぱ擦れるっすね。あ、そうなん、だいぶこいつコスパ悪いな、こいつちょっとロゼナ枠やな。ロゼナ枠ここな。あ、次もう最強行こうか、最強、はい、ひょうひょう、いくわ、ひょうひょうネオスリー、価格書いてないわ、ひょうひょう、それが48プラスでやったかな、うん、うん、はい、うん、5280円。ひょうひょうどれぐらい持つよ、塗らずして。うわぁ、むら、もう教養って極論浮かんかったら使えるじゃないですか。うん、だからまあまあまあ、最大限のレベルやから。塗らずに、本気で練習したら、まあ1ヶ月あったら浮くかな。いや、1ヶ月まあまあ。塗らんかったらでしょ、本気で芝木にかかってるやん、教養を。けど、持つときはほんまに3ヶ月とか持つときあるし。ありがとう。じゃあ2ヶ月。2ヶ月。60日。これはコスパいいぞ、これやばいと思う。88円。生でもびっくり。88円、勝たれへんよ、もう1ヶ月でも全然安い方ですよ、それやったら。これもうナンバーワンやな、やっぱり。これで、あ、みんな大好き、はい、ハッシュタグ G1、 はい、こいつね、寿命長いんですよ。長い、こいつやれるのよ、こいつ長い、はい、え、価格は6930円、6930、はい、はい、で、まあ平均的、まあ、3ヶ月は言い過ぎやから、うん、2ヶ月半、うん、2ヶ月半、75日、はい、6930円割る75日ですので、92円。おー、おー、やっぱすごいわ、テンションラバーで1日92円で、はい、で3ヶ月使えるんで、はい、そう考えたら年間で考えたら全然いいよね。うん、こっち4枚買える、こっち5枚買えますから、はい、ぐらいで見るやんな。すごいわ、1日100円貯金しとったら買えるから。あ、なるほどな。あ、ほんまや、ジュース1本我慢するだけ。あ、なるほどなるほど、そう考えたらすごいな。すごい、すごい、ラバーザン、これ。ラバーザン、ラバーザン、パチンコ。いやー、おい、水野95、この時点で臭いよね。ほんまっすか、もうほんまに、ほんまや、やろ、ほんまにこの時点で臭いね、セロガイ、うわ、ほんまや、うん、あっこはな、キューハイクが、あ、値段もいてないんすか、うん、しっかりしろよ店長。いや、ちょいちょい、税込みだってわからなくなってんの。68、うわ、なあ、うっさー、ガッパのマークの太陽製薬、7480円が、おい、これなあ、そんな長くない気すんねんな。分からんす、気が。シート強い気するけど。いや、そうやね。1ヶ月半とかじゃないですか。そんな持つ？そんな早い。あ、もっと、あ、もうちょい長いってこと。そうそう。でもだって V15 60日っていう計算で出てて、今じゃあ60日、60日ですか、はい、7480÷60、 はい、124円。ちょっとおさらいしようぜ。今一番安いのが、今一番安いのが強氷。あ、これな、うん、何本？88。あ、88。あ、一応これあのラバーザンなんで、はい、はい、え、2位
2位が G1 92円。おお、その次3位、その次3位が V1 合撃したら113.6。はい、その次が Q5 でございます。あ、その次、はい、おーおーおー、お前大丈夫か。こうか。あ、なるほどな。まあ、けどなんかちゃんと売れてる。うん、確かに納得できるわ。うん、はい、なるほどな。こういうとこの理由もあって売れてるんやろなって。わかるっすね。そうやな、うん、寿命って大事やねんな。大事やわ。じゃあ王者、王者、はい、セナシー05、はい、05、はい、8514円。はい、まあまあ14円。はい、推定販売価格がそれぐらい。ああ、オープンね、はい、ああ、なるほど、ね、気持ち、はい、うん、セナシーやろ1ヶ月。いや、もたんやろ。もたん、そんなもたんか。2週間テナジーってずっと長々使えるもんじゃないの。そうね、あのシート行ってちゃんと練習したってことだよ、毎日ちゃんと練習して V1560日もすごない。逆にだってあいつ会議かかれへんからか、もともとこいつかかるから敏感なラバーやから。そうそうそう、評価も高なる。そう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 、評価も厳しなる。そう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 、はい、3週間。3週間1ヶ月はもたん。1ヶ月で僕だって3箇所切れたっすよ、シート。これ1ヶ月はほんまにもたん。マジ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 。3週間、うん、21日3週間、21日で計算するの、うん、ガチレーン、うん、毎日合宿ほんまに、うん、8510円が割る、うん、21日、うん、405円。ああ、まあまあティナシーやからな、うん、ロズナとはちゃうからな、うん、ロズナ1週間やからまあまあ、でも1日に対するパフォーマンスの強さのナンバーワンですから、うん、まあまあ当然かな。まあ1位やし。次ベガヨーロ。ベガヨーロか、はい、いや全然分からんさ、どれぐらい。みんな大好き。いや、これは3ヶ月は行くで。ああ、行けるんです。余裕で行くと。へえ、くにゅっくにない。へえ、4400円。4400円、えぐいんちゃうこれ、コスパ。これな、俺な3ヶ月半は行くと思うで。これエグいっすよ、多分。思わ。まあまあ、使えるぞ。まあまあ、シートで戦ってないですもんね。そうやらかいってことは。うん。もう、90日は硬い。90は硬いな。うん。はい、90日。90行こう。はい。割る90日ですんで、はい。ハイコスパ48円。やばっ。安い。これ3段みんなこれや。卓球界の503段やろ、ね、ってことは1日48円毎日毎日毎日3ヶ月間貯金したらこれ買えるってことだろ。えぐ、これやわ、間違いないです。寿命がどうこういうのこれやわ。で1日38円でジュース1本我慢したら48円。2枚買えるってことでしょ。そうやで、両面買えれるからな、うん、一生これでいいやん、うん、全国行くまでこれでいいわ、うん、まあお父さんお母さんちょっとあんたラバー高ないみたいな、はい、いやラバー高いもんやねん、あんた主婦君言うとったで。ベガヨーロッパ1日38円48円やん、言ってなりやすい。それにしときに50円玉でお釣り返ってくるからぐらいのことやからな、ラバーさんっていうのは、うんうん、次行こうか、はい、うん、あと3枚やから、はい、じゃあこれと比較一緒ぐらいのやつ1個用意したいな。うん、例えば、ライダースピンとか、うんうんうん、じゃあ先にライダースピン行こうか。はい、こいつも4400円なんですよ。あ、一緒、はい、一緒や、4000円、でも一緒の価格やんじゃん、はい、じゃあ一緒やな。一緒いける、48円いける、3ヶ月いけるよ。3ヶ月はいくと思うで。いくね。だってここの層っていうのはすごくインパクトすごく強いとかでさ、寿命って見たくなるけどさ、ここを使う人ってさそんなにダーン行く人じゃないと思うんだよ。3ヶ月は行くでしょ。ほな一緒ですわ、48ですわ。はい、これ2枚買ってください、はい、もうね、寿命がどうこう言う人もう全部これ買ってください、うん、はい、大丈夫です。中学始めの方、うん、これ買ってください、うん、逆にこれ3ヶ月じゃなくてこれ2ヶ月にしよう、うん、もう計算を出せて、はい、2ヶ月に出しても4400円が、うん、2ヶ月に1回買えたい人もいるっ、うん、そうそれでも73円。うわ、73円、これやわ、きた、これ100円切ってるから、うん100円切ってるから、パワーワードみたいなのくるやん。オッケーオッケーオッケー、お風呂掃除1回やあ、そうやな、
以後あと3枚残ってるから、はい、ディグ05、はい、9500円、はい、9400円ぐらいですわ。そうで、はい、どうやろうな、微妙な、これ人それぞれなんや。長いって言うやん、ディグって、うん、半年っていう人もおるね。うん、3ヶ月は使えてる、3ヶ月以上は使えるっていうの。あ、もうじゃあ90日は硬いと。うん、自分はなんか1年変えてないっすか。じゅうちゃん90日いける？ちゃんと毎日練習しよう、うん、無理っす。無理は2ヶ月。お前ディグニックス1ヶ月半か。お前1ヶ月終わっとったやつ。こいつ毎日練習してこれ1ヶ月無駄だったからな。でもあれやか、あの福岡に行ってた頃はずっと使っとったやか。いやこれ無駄だ、練習してないの。終わってんの。終わってる。鳴らして、じゃあ90? ガチ練とか、ね、高校生でガチガチできる子ってなったら1ヶ月半とかちゃいます？ 2 ヶ月は多分きついでしょ。もう1ヶ月半 !45日 45日、うん、で、計算します。はい、はい、ちなみにテナジーは21日ですよ。倍にはなってます。ああ、なるほど。あ、じゃあ倍ぐらいも倍にはなってます。ほな、うん、いいか。ほな、いいか。ほな、いいか。45日なんで208。おー、じゃあもうテナジーより絶対こっちやわ。うん、はい、ちなみにジキルアンドハイドが238円。ああ、一緒ぐらいな、うん、なるほどな。もうここは一緒やと思うわ、うん、感覚的には、はい、ってことは、まあ、あとはその好みですよね。そう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 、とかもう癖があるかないかとか、大差あるわけでもないからな、はいはい、うん、なるほどね。ここそうか、じゃあ、なるほどなるほど。はい、これラストです。うん、ラスト、はい、販売価格ミスったって言われてるハモン Z2。 いやいや、もういいやこれなーこれなーそれいこう、はい、価格は、ね、7480円。7480、はい、うん、いや、長いと思うで。いや、僕も長いと思うっす、はい、結構シートっていうより結構食い込ませて、そうそうそう、スポンジやと思う、はい、使いますね、2ヶ月以上は。まあ、2ヶ月以上は使えるわ。3ヶ月言うてもいいと思います。ああ、なるほどな。じゃあ、30日。めっちゃ辛い。ああ、だから、じゃあ、60。65いただきました。はい、7480円。これ65なんで、はい、115円でございます。おお、じゃあ、買う価値あるよな。はい、V1 号艇で勝負してますわ。そうやな、価格高い高いって言われとったけど、はい、それぐらいあの能力も間違いないし、はい、まあ、ちょっと落ちるだけやん、はい、ぐらいやからさ、ここの子は似てるかもな、うん、そう考えたら、そこですよ、113円と115円。ほら、需要の問題はね、リフが好きな人はこっち、うん、ネクタイとか好きやったらこっちみたいな、うん、青か赤か、うん、あー、いいっすね、ぐらいいいやんな。まあ似てる、その上に G192 円ある。あなるほどな。でもやっぱ似てくるな、うん、そう考えたら、やっぱりメーカーさんでさ、なんていうの、あの価格帯と寿命の感じとかってやっぱ似てくるんだ、うん、似てくる。こうやって計算したら、ほら、新しい世界見えてきた。ダバーザン。これまでやってるの、ダバーザン。なんで、なんか気になるの他ある？だって、これ、八坂やったか。ラインコテみたい。ラクザは？ラクザ Z。ラクザ Z。あ、ちょっとなんか持ってこうか。持ってきたよ、持ってきた、持ってきた。後半へ続く。次はのこちゃん。さあやろうか、後半戦、はい、ね、でもね、2、4、6、6枚持ってきました。ラックザセブン、はい、こいつ高寿命ローバー。あ、そうなの。ちゃう、うん、多分結構持つと思う。結構こう比較されるのよね。中学生とか、そう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 、ね、5720円。はい、キュンキュンいけるよ。こいつ持つっすよ。持つと思う。ラクザは結構持つ。60は硬いと思う。60はいいからな。うん、60で、60で、うん、G1 は G1 は75日使いましたけど。あ、ほんまですか。はい、ああ。G175 日っていう計算出てますけど。あ、なるほど。そこと比べてどうでしょうか。70日、はい、70日いただきました。はい、5720円割る70日なんで、こちら81円。おー、一番安いんちゃう。安い、
81円はね、今んとこね、2位か最安ですわ、競技を超えました。おお、ベガヨーロッパ48円は超えました。あらら、ベガヨーロッパは最強やから、はい、これみんな使ってるやつ V20、はい、どれぐらいなんですかね、寿命。6820円。俺1回買って東京持ってって結構ガン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 売ったけど、ちょっと早かったよ、ちょっと早かった。うん、まあ30 1560日出てますわ。40日、いやこっちの方がピンピンしてる、ピンピンしてる。うん、じゃあ40日、はい、はい、6820円が40日ですので、はい、170円。おお、まあまあ許せるな、はい、なんかラクザ聞いてからやとなかなかやっぱりおおってなっちゃう。あと2個あるけど、はい、まあ、そんなもんなんじゃ100何本なんじゃ、うん、多分そうですね、まあ、超えてくるとちょっとね、もう買う気せえへんよな、うん、1日200円払わなかねんで、なかなか。だってラバーってさ、別に練習せんでも劣化するわけやん、はい、ってことやろ。じゃあ1日計算で考えた方がいいやん、はい、ちょっと並べてみようぜ。1位が1位同率、はい、ベガヨーロッパライガンスピン、はい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 、はい、2位、88円競業用、3位、81円ラクダセブン、はい、4位が92円 G1、 はいよ、こうか、はい、G1 こっちじゃで、5位がね、金額ですね、113.6 と115で、V15 と、これ、7480やから、あーら、Z2。あ、Z2 か。はい。これが5位です、ね。あ、6位じゃないですか。6、7じゃないですか。こう考えて、すごいな。うん。市場で売れてるラバー出てるな。しっかり、なんか出てる。そういう意味やな。うん、コスパもやっぱ見られてますや。え？コスパもやっぱ見られてますわ。こんな感じだった。はあ、なるほどな。これが順位やな。はい、一応な。だから寿命がどうこういう人っていうのはこの中から選んでもらう方が一番コスパはいいし。うん、いいっすね。で、ちょっとでもこういいラバーというか、うん、高性能使いたいってなるからこの3つやと思うな。はい、この、うん、上級者ってなってきたら。5位、そうこれは中級者から初心者からやってみてるから、うん、そういう並びになるよね、はい、そうですね、うん、こうが選ばれたわけやから、うん、なんか違う他社のやつ出してあげたいな。他社のやつ、はい、他社のやつ次が124円95。おお、はい、10位までいきます。じゃあそうやな、124円95の次が9位、がだいぶ飛ぶね、これは170円、 V20、 え、ラザンタは出てけへんな。187円なんで次です。そこ電話、はい、電話出ます。はい、決まりました。はい、もうこれです、ベスト10、はい、コスパもう間違いないよこれ、はい、ちょっとおさらいしますね。うん、はい、次、2位、まあ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 、はい、みたいな感じですね。うん、でやっぱり中級者とかちょっとレベル高いとこ行ってきたらやっぱ5位の G1 からこの10位の R48 とかの方がラバーも高性能やしコスパもいいんちゃうかなっていう結論になりました。もうこれ間違いないと思う。間違いない。なんか雑誌とか見てもやっぱこの辺の並びがやっぱ出てくるから、うん、あ、やっぱそういうこともやっぱ消費者さんは思ってるんやなって思うっすね。なあ、はい、売れるってことはそういうことやから、うん、なんか能力だけじゃないもんか。そう僕だってもうなんかテナジーとか、うん、ディグがもうめっちゃやっぱいいになるから、うん、そっちポーンって行きがちやけど、うん、やっぱこういうとこが売れてるってことはやっぱ性能だけじゃないんやなって思うっすね。寿命と値段、うんうんうん、リピートがつくってことやから、うんうん、まあ、そこはすごい大事に考えられてんやろなと思うな。そうですね、うん、どう店長この並び、はい、どうも店長はお店の人間としてでもやっぱ売れてるところ着てるね。やっぱりそうやな、はい、みんな顔だけで見てんちゃうね。あ、中身も見てる。あ、はい、でもな顔で
がいいなって思えへんから中身を知ろうとは思えへんよ、うん、間違いない、まあ、そういうことやんな、はい、うん、まあそれでもいいから、うんうん、まあ好きな顔は人それぞれ、まあ、確かに確かに確かに、はい、じゃあこう顔でいいなと思ったんか、そうそうそう、顔でいいなと思って、これだから中身を知った時、うわめっちゃ早いやんみたいな、うん、めっちゃ早いやんなってこいつめっちゃ金使うやん金使いめっちゃ荒いやんってなったんかもしれないし、分からへんけどな、それでもいいっていう人多いから、うん、まあ確かに、まあそれの通りで、みんなだってこれの代わりを探し出したもんね、そう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 、うん、やっぱり価格ないよね、うんうん、安いに越したことないですからね、うん、やっぱりまあまあまあ、ちょっとこれな、あの俺らの意見すごく偏ってる部分はあるけど、うんうん、まあちょっとでも参考になったら嬉しいなと思うし、はい、こんなんすべておれへんから、はい、いないです、まあ、今後ねまた新しいラバー出たら、あのラバーさんね、どんどんやっていきたいな、うん、やっていきたいなと思う、はい、はい、最後のご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回はですね、はい、第2回、はいはい、ラバーさん、今回、まあ、1年ぐらい前かな、うん、あのラバーのコスパを知りたいって言って、はい、まあまあ寿命の話と価格をこう割ったらちゃんと適正の1日の単価が出るんちゃうか、はいはいはい、それもう出した方がいいですよ、それを今回それを引き続きやろうかなと思ったんですけど、全部忘れたから、うん、だから最後もう一回改めてやろうってことでね、はい、もうこれで寿命とコスパ分かりますんで、はい、で例えばその競技やったらこれどれぐらい持ちますかって、はい、寿命話すじゃない、はい、だから俺1ヶ月、3ヶ月、2ヶ月とかね、はい、いっぱい出るから総合的に考えて寿命は何日か、はい、これ全部いくの、全部いきますえぐい、まず1個出しましょうか、はい、平均的なやつ、 G1 やな、では G1、 はい、価格の方お願いします。 G1 が7408円、6800円プラスで、でこれ価格表示っていうのが、もう全て込みね、はい、はいはい、寿命どうでしょう皆さん、2ヶ月半、2ヶ月半、2ヶ月、3ヶ月ね、俺も2ヶ月半ぐらい持つかなと思うから、60日の75日、7480÷75日は99円、おお、いいね、そう、1日99円、そう、安い、高瀬みたいな、これが基準ぐらいやと思うわ、はい、まあ、これより高いか安いか、はい、はい、やっていきましょう、はい、もう今はなき95いく、95 もうないけど、あ、一番高そうなやついくわ、はいはいはい、国境カードお願いします。こちら19800円。こんなすんの？ラバー級。全くいちゃう。ほっとこ。ちなみに平田区屋9000円です。これ？ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ。でもそれがなんか普通なんかおかしいんかな。分からないもんな。じゃあこれ寿命の方お願いします。あー、3ヶ月半、3ヶ月半そんな持つんや。ちなみに強やからね、うん、強くあった時に浮くとかいう心配もありますから、うん、それを考慮しての寿命だね、はいはいはい、3ヶ月半、まあ3ヶ月は余裕で使えるんちゃうかな、うんうんうん、3ヶ月ぐらいですか、ね、3ヶ月です。じゃあ2ヶ月あ俺強票は多分1年はいけると思う。いや強票だから、うん、できたこと多分いけると思うねんな。いや、アイデア取ろう。アイデア取ろう。4ヶ月ぐらいいってます。5ヶ月でいきましょうか。5ヶ月はいけるラバー。あ、基本的にラバーっていうのは3ヶ月で書いてくださいねって目安あるから、うんうんうん、それよりももっといいんちゃうかということで、はいはい、5ヶ月、はいはい、19800円で1ヶ月はもう30日計算させていただいて、150日、はい、割る150なんで132円。でもやろ、それでもやろ、えぐ、もう1日132円払ったらこれが買えるってことやから、はいはい、でも 5ヶ月間だ年間だから2枚しか買えねえよ。ああ、そうそう、はい、いきましょう、はい、もう今は亡きね、はい、アイビスちゃん亡き多いな、亡き多い、亡き多い、亡き多い、価格もお願いします。これ5500円やね、5500円、はい、アイビスどうやろ、そんなもんも、アイビスを俺もやりたくなるまで使えねそうそうそうやね、途中でやめちゃうっていうのも込みの、うん、そうやね、そうだったらな、最短1日で終わるシートはその強いタイプじゃなかったはずやね、うん、やっぱりアンチラバーって言われるなぐらいの名言残ったから、はい、ってなったらまあ3ヶ月でどうでしょう、うんうん、3ヶ月使いますか、はい、5500÷90なんで61円。おお、
倍安ね。安い。まあ1位ね。ダントツ1位。3ヶ月で。はい。アンドロ。はい、C48。C48。これが今ジュンちゃん今使ってるから、はい、現に、はい、寿命のこともね、うん、一番分かってて、はいはいはい、今ねあなた使ってますけど、はい、どうですか寿命の方。僕今週1ぐらいなんですけど、うん、まあ1ヶ月半ぐらい。あ早いか。いや違うやん、物が縦に入ったりせえへんの開いてんのよどうでしょう。せやな、1ヶ月半ぐらいやな。1ヶ月半。うーん、あ、元社員、うん、大体でも2、3年くらい出てない、出てない、出てない。 R50 とかR50 いいからでしょV はどこ行ったんやどうでしょう、R とって1ヶ月半、1ヶ月、1ヶ月で行きましょうか。1ヶ月で行きましょう。30日、7920円が7920円割る30、264円。うわー、高、お高いねこいつ高級ラバーや、こいつ高いぞ次行きますよ。はい、ディフリックス。あ、ディフリックス、ここ寿命いいって言われてますからね、はい、シートめっちゃもっと言いますもんね、うん、価格どうしましょう。オープンなんで、うん、市場想定だと8500円から9000円ぐらいじゃないかな。ああ、じゃあ9000円でいきましょうか。9000円、はい、はい、寿命の方どうでしょう。3ヶ月。3ヶ月持つ。おお、これでも2ヶ月。そう、え、お前ふざけんなこれっていいやんけ2ヶ月も周りの平均的にもっと持ちそうですけどね。持つと思う。人による。うん、半年はいけるってやつもあるし、はいはいはい、結構見た目死んでても打つと意外と良い。あ、そうやん、そうやん。ディグはシートよりもスポンジがダメになっちゃうんで、あ、飛ばなくなっちゃうんで、弾力がなくなる。そうそうそう、だからそこを考慮して、まあ、3ヶ月半かな、これは。3ヶ月半か4ヶ月ぐらい、うん、ぐらい、まあ、4ヶ月我慢して使える。4ヶ月やと9000円のラバーがで120日割る120日、75円。おお、アイビスとあんま変わらんぞ。もう高いで、この性能。そう、うん、4ヶ月となったリーグやねんな。すごいわこれ。全部いくのは結構現実的じゃないからちょっと端折っていい。そう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 、やっぱ選ぼ、はい、人気あるやつだけ。うん、だからもうおらんやつはもうええわ。給水でも誰も使ってないじゃあいいか。いきます、磁気配。ああ、いいです、ね、もう今はなき磁気配。磁気配 V、 はいよ、7700円。どう、寿命お前しか分からへんわ。 V、 僕 H やったんですけど、うん、H はまあ1ヶ月半。全然持たへんな。それ潤くんが使って1ヶ月半じゃなくて。あ、そう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 、潤が使って1ヶ月半。結構持ってる方じゃん。多分1ヶ月で買いたいぐらいと思うほんまは。小バンクなる、うん、H の時は。ほんやっぱ2ヶ月ぐらいぐらい。2ヶ月、うん、7760日、うん、128円。おお、見た目だな。ライガンスピン、はい、ライガンスピン、はい、これどうでしょう寿命、はい、これはもう皆さんね分かるでしょう寿命。価格4620。4620。5ヶ月。5ヶ月。でもね、確かにね、これを使う層ってそんなインパクト問題ってないわけやね、うん、はい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 、うん、それ考慮したらもうちょっと分かる。3ヶ月ずっと性能がなんかいって、うん、そうやね。でも5ヶ月って言ってもたらもう売れへんくらい。5ヶ月に1回しか借りてへん。3ヶ月は余裕で大丈夫やな、うん、3ヶ月なんだ。3ヶ月半、うん、じゃあその意見が正しいと思うわ、はいはい、じゃあ4ヶ月で、はい、4ヶ月で120日、4620日120日はすごい数字出るんちゃうか。これいる。 38.5円。 38.5円。コスパ良すぎる。これやばいぞ。でも実際に安いからな、確かに。物の値段もで安くていいからな、うん、こいつは使えちゃう。これとどうやろ、こう対等に戦えるようなラバー。ヘキサ、僕は GTT。 GTT、 あ、こっちね。じゃあ GTT 行かせていただきます。 GTT、 はい、 GTT の寿命全く分からない。教えて、どうなん。いや、持つっすよ。あ、ほんまに、はい、GTT やれるっすか。やれる。アンドロやからな。まあまあ、唯一のあれで言ったら中しか 1.8 しかなくて、しかないで、価格は3850円なんですよ。安っ。どう、寿命的に。いや、2、3ヶ月は余裕でできると思うんですよ。ちょっと早う死ぬかもしれない。あ、まあ、アンドロだから3ヶ月ぐらい。
2.5 2.5 2.5、うん、じゃあ2ヶ月で2ヶ月で、はい、はい、アンドロやから、うん、割る、60日64円、あー64円お疲れ様です。もう安いの、安い、まあ、ライガーに勝たれへんのんちゃう、もうライガー、いや、これあ、ひょうひょうおるな、これやばいかもしれん。いや、今話題の、はい、グレイザー、はい、これ6050円から6050円です、うん、これどれぐらい持つかっていうことやねんけど、まだ多分使ってる人がまあ、そうそうそう、発売してでも売った感じな、はい、グレイザーは多分そんな長くない、うん、うん、こっちは長いと思う、はいはい、多分これ1ヶ月半ぐらいこの子、あ、ほんまに。ディグ何ヶ月ってやつだ、ディグが4ヶ月そうですね、ディグよりはなんかモタン気するな、うん、これ多分モテへんと思うわ、何ヶ月きつい、いや、きついでしょ、いやー、無理無理無理、頑張って 2.5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  80円です。おお、悪くない素晴らしい。どう、ズル QC、これ 2.5 やったらこれはもうちょっといくんちゃうか、3ヶ月ね、はい、はい、じゃあ3ヶ月の値段お願いします。これで50を90 67円、おお、めっちゃ安い方っす。手なしいきましょうか。じゃあとりあえず8000円にさせてもらっていいかな。あ、これ8000円、はい、あ、なるほど、これ8000円な、うん、じゃあありやな、全然ある。相場8000円、まあまあ上行くなり下行くなりあるけど、はい、寿命はどうでしょう。 1.5 ヶ月。 1.5、 あ、ヒーヤーも手なし使いやから、うん、僕今1年張ってるっす2時間とかでも1年で最初の飛びを意識するんやったら1ヶ月半ぐらいかな。1ヶ月半ね、あ、超いい時っていう。そうそうそう、俺も1ヶ月かな、手なしをこう体感できる時間って。あ、まあまあテナジーがすごいからこそその、そう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 、その評価になっちゃう。もう落ち方が半端ないね、うん、うん、もう翌日から1.5 1.5、 うん、あんまとこいけへん。いやいや、2ヶ月半分もない、持たない。2ヶ月は持たないでしょ。いや、持てへんねや、持てへんて。いや、もうそれぐらいからディグとテナジーの差がすごい離れる。そっから、そっから性能の持ち方が全然違う。177円。おお、結構そう思ったらやっぱちょっとコスパ上がってしまったね、高級ラバーディグとはちょっとだいぶ差が。でも C48 に勝たれへんで、あれこいつ一人だけ265円、200円台からすいません。よっしゃ、来た日卓のハウン Z2、 はい、落としてたまるか、はい、たまるか。あれからどうなん、これは動画出して売れたか売れてないか。ちなみに未だにあの価格は継続中。でも1枚売れました。1枚売れました。ありがとうございます。本当にゴブリンさんのおかげです。俺らもやめるわ。そんなに。はい、どうでしょう。価格。7480円。ああ、こいつは持つと思うけどな。俺全然3ヶ月ぐらい使う。3ヶ月。店長のインパクトな。そう、やっぱインパクト。優しくなでるから。確かに。そうそうそう。そんなに優しいね。子猫子猫投げるとき3ヶ月ね。じゃあ2ヶ月でいかしてください。2ヶ月でいこう、はい、割る60日、はい、124円。おお、じゃあいいや。60日、1個だけ、1個だけ、うちのその特価4800円、ちょっと60日やって4800円が60日やったら80円。おお、1日80円。これ安っ。平たく屋で買ったら、あ、なるほど、今やったらな日本最安値やから、うん、じゃあラストぐらい行こうかな。はい、うん、何がいい店長。ちょっとアンドロちょっとあれやな、やりすぎたかな。はい、教養、はい、お願いします。ネオスリーかな、これは。はい、日卓教養、日卓の出てる価格5720円。うんうんうん、5720円。刻んでくんな、そんな思ってるより高い。うん、俺3000円ぐらいと思った。僕もっすな、今日今日これどうでしょう。浮くっていうの考えてな、ちゃんと。うんうん、ジュンはどうやった。
まあ、正味塗らんかったら2、3ヶ月ぐらい持つんじゃないんですよ。塗ったら塗ったらもう1ヶ月持たないです。あ浮きます。あなるほどな。俺もこれ1年ぐらいいけるやろ。あ塗らない前提な。なんで塗ってる前提なんですか。2、3ヶ月やな、2、3ヶ月ね。じゃあ2ヶ月で2ヶ月。はい、5720円割る60日、95円。おおってなってきたら、うん、国境の方がいいってことじゃん。そんなことないわ。国境は132円。ああまあでもやっぱ全然ちゃうもんな。それで性能がもう全然つまらなくてる。まあ分かりました、はい、まあちょっときりないんでね、この辺で終わりたいと思うんですけど、はい、みんながね使ってるラバーがね実際1日にどれかっていうのをね、はい、みんなで一回確かめてもいいかなと思いますんで、はい、はい、最後ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いっちゃいやすいの何、いっちゃいやすいのが、アイビスです。アイビス、え、あ、違うわ、ライガンスピンです。立たれへんやろ。38円やで、38円、安すぎるわ。これ玉でもびっくりしてくんだよ。やばいっすなあ。これすごいわ。ライガンっていいねんな。いい、コスパやっぱ一番いいんだ。すごいっす。あれで馬なるしな。あ、新しいラバー、ラクザ WX、うん、これは743、自分分かんないもんな。セブン寄りなのか X 寄りなのか、寿命が短いやつってある。何がある。ロゼナ。あ、ロゼナ。お、あ、ほんまや。お前絶対忘れとった方がよかったわ。ほんまに。ロゼナ行こう。ロゼナが5500円ですね。5500円。5500円。はい、寿命どうでしょう。はい、これはコメントでも言われるからな、はい、うちではまあ再三言ってますよ、はい、セミより短い、うん、7日間。7日より短い、うんうん、どうせ何7日間、うん、もう決めてんねこれは、うんうん、だから7日で1回計算してもらっていいかな。割る7日です。割る7日。一応これは参考価格、うん、7日、うん、780円すんの。俺20日使う。20日、俺5500円。そうやな、俺な1ヶ月は持てへんと思うね、だからほんまに20日とか25日とかやと思う。25でいきましょう。25日は使ってくれる、うん、はい、使ってくれる。オッケー。そうしますと220円。うわー、でもこれでも C48 は高い。高いです。ちょっとやりすぎたかな。30日やりすぎちゃう。45にするわ、ごめん。だから7920円の45日は176円です。あ、それでも高いな。176円。それはいいということなのかもしれないけどな。うん、確かにな、うん、まあまあ、いいやいいや、もう、もうええや、うん、納得したわ、うん、リグが一番いいってことやな。そうっすよね、コスパ的にも満場一致やったな。で、こうやって1年間脱臼せえへんやつもおるわけやから、うん、になったらディグやってみる、うん、5年はいけんで、うん、確かに一生張り替えて、5年、そうやね、ずっといけんで。そういうことやからな、なんかカピカピなんすよ。いやいや、全然大丈夫。OK、ありがとう。じゃあ